俳優の戸田恵梨香さんが10月27日にインスタグラムを更新、どうか、私の周りから離れてくださいますように、と、意味深な言葉を綴っています。どれだけの人を巻き込んだら気が済むのだろう、どれだけの人を傷つけたら気が済むのだろう、どれだけ物語を広げるのだろう、どんな写真を撮ったら満足するのだろう、と真っ黒な背景に白文字で綴った戸田さん。同日には、水川あさみさんも同様にインスタグラムで長文を公開。芸能人が嘘をつくと怒られるのに週刊誌が嘘をつくと怒られないのはなぜですか?と週刊誌に対しての怒りを綴ったもので、どの記事について触れたものなのかは言及していませんが、25日には、週刊女性プライムが戸田さんと水川さんの不仲を伝える記事を公開していました。戸田さんは、嘘をつき続けて苦しくはありませんか?あなたの心が心配です。私を追いかけて、どうか車の事故を起こさぬようお気をつけください。どうか、私の周りから離れてくださいますように、どうか穏やかで、と、誇張は穏やかでありながらも、相手の行動を強く非難。今の私には報告することが何もありませんというご報告です。これから先、プライベートのことで何かをご報告することがあるのかわかりませんが、私に関することは私から発信されるもの以外そこに事実はありません。と、自身が発信した内容以外は信じないよう訴えています。